風俗営業する店が関連するトラブルが多発していることを受け、警察は昨夜、三島市の繁華街で立ち入り調査を実施しました。警察が立ち入り調査をしたのは、三島市の繁華街で営業しているおよそ10店舗です。三島市内では今年5月、暴力団関係者などが未成年者を雇い、キャバクラ店で接待させたことが発覚するなど、トラブルが多発しています。これらの問題を受け、昨夜の立ち入り調査では、未成年者が働いていないかや、風俗営業の許可証が掲げられているかなどを調べました。今後も、立ち入り、それから、防犯ローラーを等の繁華街対策を強力に、実施していきたいと思っております。警察は、暴力団へのいわゆるみかじめ料を支払わないよう呼びかけています。